婚しましたって言われたんですけど、なんですか、え、その人妻ものってことですか、それともなんか結婚してなんかどの子のとかっていう、結婚したらこんな感じですよっていう、ちょっと二人に、あ、はあ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 、だから今日は結婚してもらえますはい、結婚します、ジュリア結婚しますいや、一泊二日だけ限定結婚ということで、ラブラブに行きたいかなって思います。やっぱり仲良しでラブラブちっちゃいいですね憧れます。それこそかなりぶりなんですよ。ちょっともう記憶が、前回の記憶がないくらいかなりぶりで、どうなってるんだろうって。太ってたらどっちまあまあ、それはそれで、肉付き良くなったねって、ハグしやすいねって思うのかもしれない。でも、すごくいい方なんですよ。優しくて。気が利いて。もちろん、お芝居も、プレイもすごく上手で。任せられます。何でも任せようかなと思ってます。なんか、いつもは、なんか、こっちが、みたいなのが多いので、もうね、結婚するんだったら、もう任せたいなと、旦那様に、あなたお願いしますと、したいなって思います。あなた、一泊二日、ジュリアのことをすべてお任せします。あなたについていきます。こんにちは、お久しぶりですお久しぶりです、ね、すごい久しぶりだね。ですよね、変わらないですね。あ、お母さん、お変わりなく、え、なんか聞いてますか、知り合いみたいなこと聞いてます。あ、そうなんですか、うん、知らなかった、うん、これかな、二人は今日、いよいよ結婚します。結婚の証に誓いのキスと指輪の交換を、何か分からん、指輪入ってる、ね、結婚するからお互いにこう付き合う、はい、はい、そう、失礼します。初だ初めてだ、ね、えー、こんな感じなんだ、あ、ありがとうございます。あ、痛くない、痛くない、もう入りましたじゃあこれで指輪の交換、交換しました、結婚したってことですよね、これね、結婚しました、はい、で指輪の交換はまあこれで OK ってことで、あとなんか仲良かったよね、誓いどうかのキス、ここで、ここで、こんな神社でえ、大丈夫、怒られる、神様がちゃんと見ててくれるってことあ、本当に、本当に大丈夫、大丈夫です、恥ずかしい、神社でキスとかしたことない、めちゃくちゃ恥ずかしい、大丈夫かな、ね、すみません、失礼しました、とりあえずね、あ、結婚したから、まあ、手とか伝えちゃいますか、はい、ね今日一日こんな感じなのかな、恥ずかしいな、ね
雷門だ。もう来る？来たことある？数回あります。あ、本当？本当何回かあるよね。へえ。なってきました。あ、なってきました。そうですね。少しずつね。まだまだそこまで。まだあれなんですけど。まだそこまで。ちょっとね。最初ものすごくぎこちなかったですけど、いつも以上に。ちょっとまさかね、ああいうあそこでああいう風に出会う。結婚するとはね、思わなかったんで。お互いなんて呼ぶか決めました。はい。なんて呼ばれてます？いろんな呼び合うけど、なんか、まあいいんじゃない？おたちゃんとか言うの？あ、じゃあ、おたちゃん、おたちゃん。おたちゃんなんて言われてるの？周りの人に。ファンの人は、まあ、ジュリアさんとかなんですけど、あの、ジェイって呼ばれます。ジェイ？頭文字のジェイ。かっこいい。かっこいいね、なんかジェイ。ジェイってよく言われてる。じゃあ、ジェイでいいですか？ジェイでいい、逆にいい。いやいや、いいです。あ、じゃあ、そうします。ジェイで。あ、じゃあこれ俺が持てばいいですかね？二人で。二人で行ってきてください。え、じゃあ、カメラないってこと？はい、カメラはついていきますね。浅草デート中に最低3回は人目に隠れてキスをしてください。え？結構人いっぱいいるけどね。難しくない？ね、どこで？トイレ？軍資金が。なんか。軍資金が。なんかいろいろいると思います。ちょっとわかりました。ありがとうございます。家の中にしてもらったんですよ。なんか食べたいものがあったら買って食べようか。いちごが食べたいです。いちごは食べたいの？あとベビーカステラが食べたい。おびっくりした。あ、すごい、はい、ね、いっぱい開いてる。あ、雷の神せしっさぶさ。一応俺雨男じゃなくて晴れ男だから。あ、私も晴れ女だから。だからか、だからカンカンで、ね、最近ちょっと天気良くなかったけど、うん、人形は雷ってまた違うんだっけ。カステラとかベビーカステラだもんね。そう、ちょっと違うんだね。甘いの、ベビーカステラ。甘いものが好き。ちょっとあんこはそこまで好きじゃない。洋風のが好き。洋風の方が好き。オッケーオッケー。え、ね、似顔絵がある。すごい似顔絵。これこれこれ、ほら、ポイポイだから食べてる。うまや。お一人様2500円。すごいね、なんかね。すごっ、すごいね。こんなのあるんだね。ね、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 確かに。うん、おいしい。違うとこ見てみる。うん、うん。あ、あ、ハートのあれだ。あれあれ。あれあれ。シロスだ。その角度かな。あ、おみくじついてるじゃん、おみくじ。いいじゃん。こういうみくじだって、しかも。やばいね、大丈夫かな。どうしたかって、あれで。結婚したばっかりだから。破局を訪れてやめてよ、それ。え、どうしよう、大丈夫かな。でも、大丈夫でしょ。え、とくちょっとね、うん、1本、2本1本でいい。いちごのカステラ、こい1本1本で どこに個人が落ちた、うん、ありがとうございます。かわいいですか。かわいい。普通に買う。恋みくじついてるじゃん。恋みくじ。中吉やん。中吉。中吉。満たされているのになぜだか心が騒ぐ。愛が飽和している状態の二人です。知り合った頃の気持ちを大切に、相手を思いやることが恋を長続きさせる道です。将来のことを考えるなら決断を早めに下すのが吉です。だから結婚したのかな。あ、そうだそうだ。友達のような夫婦関係になります。いいこと書いてあるじゃない。うんうん。でもカステラがここにまで。多分一緒に食べるのかなこれ。どう？うまい。うん。あ、ああ。うんうん。ね、なんか飲むんか、飲むん。お酒とか飲む。いつや飲まない。飲めない人は下戸だ。頑張ってる最近。あ、飲むように頑張ってんの。練習してるけど眠くなっちゃう。ああ。うん。なんか、うん、まだ変な感じ。確かに。うん。周りから俺らどういう風に聞いてるの。確かに。ね、なんかわかんない。ね。飲めるのは大丈夫。うん。怖いのあんまり。いや、大丈夫だけど、レモネードじゃないやつがあったら。あったら、うん、人形焼きと雷おこしばっかりやるよ。
外国人の人が先に買ってくるのかな。あの、なんだっけ、あの出てこない。こういう靴下履いたりする？する。あ、する。する。なんかいいか、お面買おう。うそ。ここで？なんか書いた。しっかり忘れてた今。ね。ちょっと。しっかりね、しっかりね。人気がないとこってでもなくない？どこも人がいるよね。うん。隙間に入らないと。ね。隙間にね。なかなかね。お前に。バックちょっとさ、これ捨ててくるから、もうなんで、うん、ここにいて。はい。久々に来た。すごいね、人がいっぱい。あ、ワンワンかじ。はい、おかえりー。ただいまよし、行こう。うん、こう行こう。すごい、そんなにすごい混雑しなくていいね。ねえ、よかった。平日なのもあるかな。あ、そう、そうだ、平日だ。うん、なんだっけこの煙。なんかこれ浴びるとなんか悪いとこが治るみたいな。ほんと？なんかみんな頭にあった頭悪い人が頭良くなるみたいな。喉一緒じゃん。でここ年末年始すごいんでしょ。すごいよ。それぐった返してるからね。ねえ、絶対行きたくないな、そんな混むところ。人混みはね、ちょっとね。うん、ねえ、スカイツリーって言っていいのかな。うん、見えるね。ね、すごいな、この対比以外にも神社とのね。ね。よし。よし、これで。どういうのお願いしたの？聞くの？全くなんか違うお願いだったらちょっとかもしれない。
毎日何個食べろって言われた。最高。何個食べたかな。10個で普通のたこ焼き屋さんのあれぐらいだね、ちょうど1つ。たこ焼き屋さんのは8個。8個食べれた判定。本当。はい。お。あ、難しい。うん。そうなの。うん、そうそうそう。ああ。だめだめ。うん、こっち。なんかホットケーキのものですね。気にしない。入れちゃうか。入れちゃう。オッケー。じゃあ。これタコ入れてます。ちょっと当たり作っとこう。2個。もうお好み焼きはね、なんかね、作った記憶あるんだけど。へえ。いい感じじゃない？うん、いい感じ。え、いつぐるってするの？多分もうちょいだね、まだちょっとなんかこう。もうちょいだね。え、いつから料理しだしたの？3年前。おお、え？ちょうど。ああ。ちょうど。まあでも俺もそう。でもやっぱそうだよ、暇になっちゃうんだよね。そうそう、なんか料理作ろうかなみたいな。YouTube とか調べて。ホットケーキから始めた。ホットケーキから。でもクッキー焼いたんだけど、失敗して。うん。そこからもうクッキーもやらなくて。どんな風に失敗して焦げちゃったの？ガリッガリッカッチカチになったの？ガリッガリ。誰かに食べさせた？いや、食べさせてない。全部一人食べたの？なんか冷凍させて。ああ、非常食だ。非常食。一番好きな食べ物何？和食だ。中華も好き、うん、でも中華辛いみたいな。辛いのダメ。あれが好き、ピータン。ってピータンが好きなんだ。中華料理で一番ピータンが好きっていう人は多分100人いて1人ぐらいだね。そう、じゃあ1人になるか。うん、1000人いて1人ぐらいだね、多分。ピータンが一番好きで、中華料理っていっぱいあるじゃん、いろんなの。エビマヨとか、うん、チンジャオロースとかさ。エビマヨも好きなの。エビマヨうまいよね。でもピータンも好き、ね、でもピータンも。なんかピータンさ、置いてるところ少ないからさ。うん、多分そんだけ人気がないってことだ。カシューナッツのなんか炒めみたいな。あ、そうそうそう。うまいよね。まあ。うまい。食べれないもんね。辛いもん。あ、辛いもん。全部すべて。全般、うん。なんか昔間違って、うん、なんかこうやって入ってたからさ、なんかコロナがあったから食べたの。うん、消化だったの。うん、辛くて泣いた。辛すぎて。そっからダメになっちゃった。トラウマで。そう。もともと多分ダメだったんだけど、うん、食べないでこうやって避けてたから、うんうん、けど食べませんか見た目に。わさびもダメ。じゃあカレーはいつも甘口。甘口か。名前によって中辛いける。ものによって全然。でも全然火取ってないね。これ焼けるのか。多分もう少しだなと思って。そ、表面が普通にね、焼けてる表面だなと思って。ね、このぐるっと回して、まだ表面が焼けてないもんね。うんうんうん。焼き屋はやっぱ店だからね、業務用だからすげえ火力もバンバン。もう多分ね、その辺の人とスーパーサイヤ人ぐらい違う。違うね。よっぽどだね、差がね。多分違うと思う。いつもさ、うん、何時に寝て何時頃起きるの？はでも8時とかに起きるよ、うん、朝あ、すっごい規則正しい。8時に、うん、毎日携帯のアラーム鳴るんだけど、うん、消してんじゃん。また2度ね。8時半に迎えない。あ、分かるってなると、うん、うちの猫ちゃんが、うん、ママ起きて、にゃーってなって喋るの日本語。にゃーって。にゃーがそういうことなんだ。にゃーって猫よろしみたいな感じじゃないか。にゃーって。違う。にゃーって泣き、アラーム鳴ってるのに起きない。あ、起きろっつって。うん、それで起きに。うん。あ、なんか起きる。うん。それで起きる。なるほど。2回ぐらいは2度にすると。そう。で、うちの猫ちゃん起こしたら、うん、寝る。あ、そうだ、ここ後ろから。お、いいね。いいじゃん。お、いい感じ。いいね。油追加する。え、上から多分一回回してよくな、あるじゃん、なん、あー、あ、そうみたいな、カリッ、周りカリッカリでさ、お、うまい、きれいになった、ね、それちょっとやりたい。ちょっと裏返したら全部一回。あ、でもいけそうだよ。いける？うん。あ、ほんとだ、うまい。いけた。あ、すごい。
ね、場所によるね、これね。どうだ、出た。はい、火力のあれがまだ、うん、お、うまい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 ね、うん、これ、来た、これ来た、来た、これ来たよ、よし、だ、来い、うるわ、手伝う、お願いします、よし、来た、あ、もう、くるっと、くるっと、くるっといて、来た、来た、来ました、来ましたよ、よっしゃ、できました、よかった、いいね、いいね、いいね、いい感じだった、いい感じにフルンってなったね、うまいよね、チーズはね、ヨガちゃん、なんか不器用だね、で、それはさ、うん、なんかうまくできんなと思って、うん、組みたら、多分この先っちょがとんがってる方でやるのに太い方で回したから、なかなか回んなかった、多分それが原因だったの、こっちゃったら多分綺麗に回せたんだと思う、だから難しい、逆に達人系のやつやった、達人ほらほらほら、くるくるくる、ほら簡単じゃん、これほら、うん、自分で、なんか自分で難しくしちゃったね、ちょっとね、悪いよ、これは、いや、新しいの使えたよ、これはこれいい、良くない、すっごいいい感じ、お店屋さんみたい、いい感じね、もうや、なんかやってたかな、忘れてた、いつの間にやったの、ね、降ってきた、うん、お互い腹を割って話そう、なるほど、何のピー話してるの、ピーって、あー、ピー、うん、ピー、え、プロデューサーの話、違う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 、何人ぐらいの人とお付き合いしたの、何が動揺してる、どうしたどうした、初めてです、出たいの、初めての、それが初めての結婚、そんなわけないでしょ、ちょっと全然は腹を割るどころか、もう腹がもうすごい真っ黒、すっごいっすよ、それ結構多い、付き合ってる、いや、少ないと思う、なんか、うん、あの、ほら若気の至りってあるじゃない、若気の至りはある、もちろん、付き合った人とやっぱり、うん、セックスしたのと違う、うんうん、一致した人はどれぐらいなの、うん、ミケタ言ってる、ミケタ言ってない、あ、言ってない、言ってない、二桁後半ぐらい、可能性が多い、ワンナイトある結構ある、いいな、どうすればね、そんな美人とさ知り合えんのみたいな、昔はさ、出会い系さ、え、この仕事を やってる、やる前、あ、やる前か、あ、それで行き着いたのがこの仕事みたいな感じ、そう、へぇ、すごい、なんか、インタビューとかでも聞かれるんだけど、うん、なんでやってみたんですかみたいな、うんうんうん、で、その時見てた AV でやっぱ女優さんがすごいアンアンしてて、うんうん、プライベートと比べて言ってるのに、うん、めっちゃ気持ちよさそうじゃない、で、その時はどうだった、アンアン言ってたの、プライベート、あ、声ってあんま出してなかった、出てなかった、あ、なんでこんな声出んのみたいな、あ、なんか気持ちいいんだと思って、めちゃくちゃ熱そうだよね、あ、猫舌、夫婦する、これだったら食べてみます、はい、ちょっと一回、形がね、うん、とりあえずこれ熱くないでしょ、残念、熱そう、おちろ、おちろ、うん、ほぼほぼかな、ほぼ外国、あ、空空、あ、空空、ここが外国、うん、いただきます、うん、うん、あ、これ、もうこう株価格になるんだ。株価格、株価格、あった、猫舌。いや、猫舌にこんな厳しいかもしれない。結構。ちょっと電話、はい、出して。うん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 。また降ってきました。あ、そうだった。